四国は坂東雅子の小説。これを原作として、1999年に映画が制作された。童話作家やフリーライターとして活躍していた作者が1992年の夏、マガジンハウスに持ち込み、企画会議で2度落ちた上、3度目の正直で出版が決定。翌1993年3月に同社から出版した初の一般小説。 ホラー作品である。後1996年に角川文庫で文庫化された。作者の生まれ故郷にあたる四国の高知県を舞台とし、四国88箇所のお遍路や土俗的な信仰を題材に男女の三角関係などを交えて描かれている。1999年に同名の映画が制作、公開された。1993年マガジンハウスから出版。後、 門川文庫観光。四国八十八カ所の霊場を死者の年の数だけ逆にめぐると死者が蘇るという禁断の逆打ちという儀式が存在する。娘の死を悲しむ母親がその逆打ちを行ったことにより起きた恐るべき物語。久々に故郷の四国は高知県の矢駒村に帰ってきた明神雛�子は 幼馴染みの日浦佐大里が十六の若さでこの世を去ったことを知り驚く。もう一人の幼馴染みの秋沢は文也と再会した、ひなは文也から佐大里の死に関するある不吉な噂を聞く。それは代々死者の霊と交流する口寄せの家柄だった日浦家の後取りである佐大里が事故死ではなく霊を呼び出す儀式の最中に悪霊に取り殺されたというものだった。 佐大里と交際していた文也は未だに彼女の死を引きずっていた。そんな文也を暗示、気遣うひなコは次第に文也に淡い思いを抱くようになり、文也もまたひなコに佐大里を失った悲しみが癒されるような気がしていた。二人は徐々に距離を縮めていくが、ある日村の聖地である神の谷に祀られていた地蔵の首がもがれるという奇怪な事件が起こり、それを境に、 村では次々と不気味な現象が起こるようになった。その怪現象は、サダイサトの母、テール子によるものだった。テール子は優秀正しい日浦の血を退させないために、逆打ちで、サダイサトを蘇らせようとしていたのである。しかし、死者の年と同じだけ、逆打ちを行うと、後線の国の結界が破られ、四国はたちまち死者の楽園となってしまう。ひなことは、 その事実を知って、テールコの計画を阻止しようとするだが、1999年1月23日公開、同時上映、リング2、1999年7月、アスカコミックスデラックス館、キネマ巡行ベスト1085回前市1924から2011586ページ。ありがとうございます。